皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。にゃぎということで、今日は長芋とたっぷりのネギを使って混ぜて焼くだけでふわとろ食感が美味しいふわとろ長芋ネギ焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。では今日長芋は皮も美味しく食べられるので皮付きのまま使用します。皮が苦手な場合は剥いて使用してください。長芋 200g のひげを取り、すりおろします。長芋をすりおろしたら、卵1個、だしの素小さじ1、醤油小さじ1、砂糖小さじ1、片栗粉大さじ2を入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐし混ぜ合わせたら、小ネギ1/2束 50g を 3-5mm 幅に小口切りします。小口切りしたらボウルに入れて混ぜ合わせます。材料を混ぜ合わせたら、フライパンに油を引いて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、合わせた材料をスプーンですくって平らな円形にフライパンに流し入れます。結構生地緩めで横に広がってくるので、最初生地を並べて固まってきたら、これで横にだれなくなってくるので、上に生地を重ねるような感じで乗せてみてください。なんかのスフレパンケーキとかをね、焼くような感覚です。ではそこに焼き目がついてきたら返します。これは結構生地が緩めなので、返すときフライパンの側面使うとうまく返せます。はい、では返して焼いて両面にこんがり焼き目がついたら完成なので、お皿に取り出します。では残りも同様に焼きます。はい、ではあと生地に味はつけてあるんですけど、薄く感じた場合はお好みの調味料をつけて食べてみてください。ではこんな感じで混ぜて焼くだけ、簡単美味しいふわとろ長芋ネギ焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はたっぷりのネギと長芋を使って混ぜて焼くだけ、簡単美味しい長芋ネギ焼きを作ってみました。それでは本日はバーポームム桃と紅茶で乾杯。乾杯。おいしい。じゃあ早速いただきましょう。今回は長芋とネギを合わせて、あんまとこおろして、あとは混ぜて焼くだけで簡単に美味しく作れる長芋ネギ焼きを作ってみました。じゃあほんのりね、生地に味付けしてあるので、まずこのままでいただきます。じゃあいただきます。ふわとろりんちょ。めっ
ちゃふわふわ。長芋をすりおろして片栗粉や卵と合わせて焼くことでしっかりと焼き固まりはするんですけど、ふわふわとろっとろの食感に仕上がります。で、長芋も皮が気になる場合は取っていただいてもいいんですけど、皮まで美味しく食べられるので一緒にすりおろして使うことで無駄なく美味しく作れます。で、たっぷりのネギを入れて、このネギの風味も生地によく合い、ほんとネギ焼きのような感じではあるんですけど、粉量少なく作れるかつ生地がふわふわとろとろに仕上がります。で、生地を焼くときにどうしても緩めなのでフライパンに流し入れると生地が広がりやすいんですけど、最初にスプーン1杯分くらい入れてある程度形を決めて、あとはほんとスフレパンケーキを焼くような感じで上に積み上げていくことでしっかりと厚みが出ます。今回も長芋やネギの野菜をメインとしたお手軽で少ない材料で作れて、あとおろしてあとはもう材料混ぜて焼くだけで簡単に美味しく作れます。ちょっと万能醤油でいただきます。で、だしの素や醤油、砂糖である程度味はつけてあるので、そのままでも美味しく食べられますし、ちょっとね味が薄く感じたりちょっと味足したいなって場合はお好みの調味料をつけて食べてみてください。なんか万能醤油ある方はね、ほんと万能醤油めちゃくちゃ合います。とか、なんか私的にわさび醤油とかつけても美味しそうですね。わさびとか少し調味料足してご飯のおかずにしたりとか、お酒のねおつまみにもなるようなレシピになってます。はーい、ということで今日は混ぜて焼くだけふわとろ長芋ネギ焼きを作ってみた動画でした。長芋を入れることでふわとろっとした食感にたっぷりのネギが美味しいレシピです。ほんと今回も少ない材料かつ粉量すごい抑えながら食べ応えもあり簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ふわとろー。何枚でもいけそう。